どうもいつもありがとうございます。はい、20日以降の当選報告させていただこうかなと思うんですけど、箱が 1,2,3,4,5 個で封書が2つ来てますのでやっていこうと思います。まず開けないやつですね。開けないやつもたくさん当選いただけたので、ちょっとちゃっちゃとやっていきますね。12月20日334個目、中田食品わっしょい宝塾梅祭りキャンペーンというやつで Amazon ギフト500円が当たりました。これちょっと変わってて SMS で応募しました。で SMS で当選のギフトコードいただいたっていうキャンペーンになります。ちょっと梅干しをね買う機会がありまして、応募しやすかったです。 SMS での応募3口応募になります。当たってよかったです。12月20日ですね、 Twitter です。ソフトバンク様より2023年卓上カレンダープレゼントキャンペーンっていうので卓上カレンダーが当たったそうです。これはね住所入れてるので、また届いたらやりたいと思います。そして12月22日ツイッターですね、小学館世界 J 文学 PR 公式ツイッタープレゼントキャンペーンってやつで図書カード1000円が当たったということです。こちらも住所入れてるんで届いたらまたやりたいと思います。それから12月19日こちらまたまたイオンお買い物アプリです。当選品がポイズ吸水ナプキン少量用 20cc 無料クーポンということで328円もしてました。今年結構イオンお買い物アプリ当選いただいて、今回で14個目の当選になります。それから12月23日日東紅茶ハニーフラッシュクオカードペイ3000円分プレゼントキャンペーンってやつでクオカードペイ3000円分が当たりました。これ紅茶を2つ買ってっていうやつだったんですけど、2つ買って1000円ちょいするちょっとお高めの紅茶で応募するか悩んだんですけど当たったんでよかったです。そして12月24日こちら主婦アプリですね、雪見大福引き換えクーポンっていうのが当たりました。今年ね主婦アプリもちょいちょい当選いただいてて、今年6個目の当選になります。12月26日ちっこの楽しもう丹波黒キャンペーンっていうの当たりました。これその場でわかる感じのやつで全然期待してなかったんですけど、まさかのクオカードペイ1000円が当たりました。そして12月27日 LINE 応募ですね、2口応募してます。明治ザバスミルクプロテインヨーグルト朝食にもザバスキャンペーンってやつでザバスプロテインバー12本入りが当たったそうです。こちらも住所入れているので届いたらまたやりたいと思います。それでは開封に行きたいと思います。まず封書からやりますね。なんか箱の圧がすごいですけども封書からやっちゃいます。当選メールいただいてたやつですね、開けます。はい、明治ダブルチャンス賞ご当選のご案内。明治プロビオヨーグルト R1 毎日続けよう R1 キャンペーンにご応募いただきありがとうございました。明治プロビオヨーグルトギフト券1枚ということで、中身がはいヨーグルトギフトカード入ってました。ありがとうございます。これ去年外してて私当たったの初めてなんですけど、対象商品の中から4個と引き換えれますということです。ありがとうございます。はい、では続いてこちらウーハミ格闘から来てますね、開けます。はい、ご当選おめでとうございます。東海 CGC 北陸 CGC ウーハミ格闘共同企画ウハウハキャンペーンにご応募いただきありがとうございました。CGC グループ共通商品券1000も送らせていただきます。あ、ダブルチャンスなんですね、そっか。はい、ということで中身1000円ですね、ありがとうございます。これはねハガキがありまして、去年もね当たったキャンペーンで今年も当てたいなと思って2口応募してます。で3000円だと思って今の今まで思ってたのでちょっとがっかりなんですが、こちらダブルチャンスの1000円分400名様に当たったということです。はい、子供がね結構たくさんいるとお菓子のキャンペーンは応募しやすいですよね。あーでも3000円じゃなかった、残念。はい、ありがとうございます。そして次こちら、じゃあ開けます。これはツイッターで DM いただいてたサントリーキャンペーン事務局様からです。箱の中にちゃんこな感じになってます。
ジニーハイボール缶ジムビームハイボールセットが500名様に当たるキャンペーン、商品お届けのご案内ということで、当選商品ジムビームトニックハイボール3本セットとのことです。はい、ではまず、お、なんか出てきた、はい、こちらとこちら3本入ってました、ありがとうございます。そして次こちらですね、こちらは伊藤園の北陸の畑から本物の美味しいをプレゼントキャンペーンから来てます。箱の中身がじゃん、はい、こちらですね、おいお茶北陸の畑から本物の美味しいをプレゼントキャンペーン、ご当選のお知らせ、商品こだわりの新米コース福井県産1ほまれ5キロ来た、米来たこんなリフレットがお米の美味しい炊き方っていうのが入ってます。そして中身は福井県産のいちほまれ5キロでした、ありがとうございます。こちらもキャンペーンのハガキがありまして、こちらですね、アルビスと伊藤園共同企画でした、北陸の畑から本物の美味しいをプレゼントということで、いちほまれ5キロ30名、大地の実りコース30名ということで、私ダブルチャンスでもいいかなと思って応募した記憶があるんですけど、まさかの米に当たりました、やったー、ありがとうございます。こちらやりたいと思います。これは迷える、選べる、楽しめるっていうキャンペーン事務局様よりいただいてます。はい、じゃん、当選おめでとうございます。迷える選べる楽しめるクキャンペーンにご応募いただきありがとうございました。ルックビッグボックスにご当選されましたのでお届けしますとのことです。はい、それでは中身が、よいしょ、おっと、こんな感じになってます。これマルコマルさんが当たってました。で、私開ける前に動画見させていただいたので中身がね分かっちゃってるんですけども、こんな感じになってます。わお、チョコレートいっぱい、これは関係なくって、で、あとこれですね、なんだろうこれ、よいしょ、あ、ステッカー、かわいいステッカーと、これ何ですかね、これマルコマルさんの動画で見て何か分かんなかったんですけど、あ、ポップグリップってスマホにつけるやつか、なるほど、はい、誰か使うと思う誰か使う。そしてこれがミラー、なチョコレートの柄の中が、あ、鏡ですね、かわいい、ありがとうございます。これは思春期の娘子が使いますねきっと。はい、そしてこちら、え、これ見たことないな、ルック100年のショートケーキっていうのが2つと、ホワイトチョコ、私一番チョコで好きなんでこれめっちゃ嬉しいです。ホワイトチョコが2つ、それからルックミルクパレードっていうのが2つ、そしてルックアラモードが2つ入ってました、ありがとうございます。やったー、これはねルックを確か3つぐらい買って応募したと思うんですけど、ウェブ応募2口です。ありがとうございます。さあ、残り2つなんですが、こちら冷凍瓶。こっちが常温で、2つ来たんですけど、これ1つのキャンペーンからです。じゃあ、この冷凍の方から開けますね。これもね、全然当たると思ってなかったんですけど、こちら、簡単つけだれで水餃子を楽しもうキャンペーン事務局様からです。開けまーす。よいしょ、はい、B、いろいろ楽しむコース大阪王将蜜柑商品詰め合わせということです。はい、では見ていきます。こっちが冷凍瓶の方ですね。あ、スーパー、え、何これ、見たことないかも、大阪王将なにわ豚まん、これは食べたことあります、くるもき水餃子、金華スープの醤油ラーメン、これもお初ですね。肉シューマイ、そして羽根付き餃子が1つ、スタミナ肉餃子が1つ、
お好み餃子が一つ入ってました。めっちゃ入ってる、わーい。そしてミツカンの方からこっちの箱が届いてますね。入れます。じゃあこんな感じになってまして、同じ添付状ですね、入ってます。いいよ、怖い。わっ、おーすごい、全部瓶、全部瓶か。では1本ずつ。ミツカン香りのオクラ、マルシボリユズ、ユズポンですね。はい、だしマロポン、そして味ポンマイルド、ユズポン、あ、ドレッシング出ました、すりおろし玉ねぎポン酢、あ、でもポン酢なんだ。味ポン、ごまポン、味ポン、うまピリ。めっちゃ入ってるんだけど。ありがとうございます。はい、めっちゃ入ってました、ありがとうございます。これね、しかミツカンの商品と大阪王将の対象の確か餃子と水餃子だったと思うんですけど、それを4つですね、買って応募するっていうキャンペーンでした。で、当選人数がそんなに多くなかったんで全然期待せず、一口だけ応募したやつですね。まさか当たるとは。ありがとうございます、めっちゃ嬉しい。どうします、このポン酢祭り。ということで本日の開封は以上です。検証情報を一つだけやりますね。もうすぐお正月ということで、こちら伊藤ハム新年のお楽しみお年玉キャンペーンっていうのがやってます。こちらはちょっとお高めのハムですね、お正月用のハムみたいなやつが売ってると思うんですけど、あとウインナーがありますね。その対象商品についてる伊藤ハム応募券っていうマークをハガキに貼って送ると、2枚コースがユニバーサルスタジオジャパンワンテイスタジオパス、1枚お年玉コースが JCB ギフトカード3000円分が1000名様ということで、私はこっちの1枚コースにね、狙って応募していこうかなと思ってます。1000名様は結構いいんじゃないかなと思ってます。1月31日までですね、よかったら応募してみてください。ということで本日の動画は以上です。ありがとうございました。今年最後の動画だと思います。皆様良いお年を。